若宮稲荷神社は、ハワイ州ワイパフにある神社。オアフ島に唯一現存する神社建築の稲荷神社であり、社殿は赤く塗られている。同社は、日本人移民や、サトウキビやパイナップルのプランテーションで働く農民にとって代表的な宗教的遺産である。1980年1月8日、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。木造の社殿は1926フィートで手すりこの欄干に囲まれていて欄干にかかる木製の階段がある。入り母屋造りの長い軒天は階段や欄干を覆っている。また、社殿の入り口は、上部が、格子の引き戸と、鈴糸口のついた鈴や賽銭箱があり、その背後に祭壇が置かれている。社殿は慎重に修復されているものの装飾された、胸木の上にある地木は未だに復元されていない。この神社は1912年に、東京で修行した神主の吉尾秋崎が創設した。初代の社殿は1914年に、ハスチュンとしか名が知られていない日本人建築家がホノルルのカカアコにある工業地域に建設した。1918年に同じホノルル市内のモイリーリ地域内のサウスキング通り2132に位置する日本人コミュニティ中心部に移設された。吉尾秋崎死去後の1951年、吉尾の息子である武雄が資産や親権を継承した。武雄の死後、資産は売却され、神社も1979年、スポーツ用品店を建設するために、ワイパフ文化庭園に移転された。市街地から郊外に移転された神社は庭園に囲まれた場所に位置しており、当初存在した長寿社、狛犬や狐の鯛の石像、鳥居は移転を重ねるうちに撤去されてしまったが、鳥居は新たに建造された。創設100周年を迎えた2014年に屋根が新しくされた。同年、ヒストリックプリザベーションオナーアワードを受賞した。ありがとうございます。